こんにちは、川田美穂子です。今回は私が実際にアメリカの学校などで紹介した昔話の一つ、サルカニ合戦を英語で実演しています。アメリカの学校では読み聞かせの得意な先生が絵本などを見せながら生徒にお話を聞かせます。ということは生徒の関心を引きつけるのが上手な方がなさるわけです。そうした読み聞かせに慣れている生徒たちに、枚数の多い紙芝居ではっきりしない英語でだらだら読んでも生徒はすぐに飽きてしまいます。どうしたら生徒の興味を引きつける魅力的な昔話の紹介ができるのか、ずいぶん試していました。そして思いついたのは、生徒がこれまで見たこともないやり方を工夫するというアイデアでした。単なる紙芝居ではなく、一枚の紙面にいろいろな仕掛けを加えました。そしてお話が長いと飽きるならば、極力短くして内容を会話中心にして覚えてしまう。そうすれば実演するときは生徒の表情を見ながら、時には質問を交えて生徒と対話をしながら進めることができます。発音がうまくなくても大きな声ではっきりした英語を話す、そうした点を心がけました。このサルカニ合戦は3枚の紙面で構成され、今回は最初の1枚を使います。この立体仕掛け紙芝居でこれまで日本語でやったことはないのですが、今回初めての試みとして最初に日本語、次に英語でやってみます。この逆をやっても外国の方には日本語の音の響きが感じられて楽しんでいただけるのではないかと感じております。どうぞご覧になってください。昔あるところにカニが住んでいました。ある日カニは大きなおにぎりを見つけました。わあ、ラッキー、今日のランチにするわ。カニは大喜び。そこに猿が現れ、おにぎりを持ったカニを見ました。カニがおにぎりを持ってるぞ、食べたいな。だけどカニはくれっこないしな。そうだ、いい考えがある。猿は地面から何かを拾い上げると、カニに近づいて言いました。よう、僕の宝物見せてやろうか。君のおにぎりよりもずっといいものだぜ。私のおにぎりよりもいいものですって？何なの？ほーら、これだよ。と猿が自慢げにカニに見せたのは、小さな柿の種でした。冗談でしょう、柿の種じゃないの。わかってないな。おにぎりは食べてしまえばおしまいだろ。でもこの柿の種はね、地面にまくと大きくなってたくさんの実をつけるんだぜ。将来のこと考えなくっちゃ。だからこれが僕の宝物なんだ。いいだろう。単純なカニは猿の言うことを信じてしまいました。言われてみるとそうね。それは猿が思っていた通りのカニの反応でした。君は僕の友達だからな。もし君が欲しければこの柿の種、そのおにぎりと取り替えっこしてやってもいいよ。本当？あなたって親切ね。こうしてカニは柿の種を、猿はおにぎりを受け取ったのでした。なんてずる賢い猿なんでしょうね。猿はおにぎりをペロリと平らげ、カニは大事に柿の種を家へと持ち帰ったのでした。 Once upon a time there lived a lady crab somewhere in Japan. One day she found a rice ball. Lucky me, it's my lunch. The crab was excited about the rice ball. Just then a monkey appeared. He saw the crab and her rice ball. She has a rice ball. I want to eat it. But I know she won't give it to me. Well, I have a good idea. The monkey picked up something from the ground and approached the crab.
Hey, do you want to see my treasure? It's much better than your rice bowl. Much better than my rice bowl? What's it? Look, the monkey showed the crab a tiny persimmon seed very proudly. What? Are you kidding? It's just persimmon seed. You don't know. A rice will be gone once you eat up, you see. But if you plant the seed in the yard, it will soon grow and you can eat lots of persimmons in a few years. You must think of the future. Now you know why this is my treasure. The crab was so naive that she believed the monkey. Yes, it sounds much better than my rice bowl. That was the word the monkey was waiting for. Well, you are my friend. If you want, I don't mind exchanging persimmon seed for your rice bowl. Oh, yes, please. You are very kind to say so. Then, the crab had a persimmon seed, and the monkey had a rice bowl. What a cunning monkey he was. The monkey ate up rice bowl quickly, and the crab took the persimmon seed home as if it was her treasure. 私は羽織を着てやっていました。ベルトで締めましたので、なんだかジャケットみたいに見えませんか。このイヤリングは私が自分で作った折り鶴のイヤリングです。こうした衣装をちょっと工夫するだけでも、相手の方の興味を引きつける度合いがかなり違ってきます。今度は赤い羽織を着ていました。私は東京に住んでいて、先ほどの黒い羽織、そしてこの赤い羽織、セカンドハンドのお店で500円から600円ぐらいで購入しましたが、海外ではかなり高い金額で売られています。羽織は人気があるようで、ロンドン、パリ、ニューヨークで若い女性が羽織をジャケット風に着て歩いている姿に何度か見かけたことがあります。昔話の紹介はアメリカの学校以外で思い出に残っているのは、アメリカのストーリーテラーのお宅にホームステイをして、彼女とお互いの昔話を見せ合ったことです。私はこうした立体仕掛け紙芝居を使いましたが、彼女は姿りでやりました。海外では姿りか、または本当に一つか二つぐらいの小物を使ってなさる方が多いように感じます。皆様もご自身で楽しい紹介法を考えて、そしてそれを発表する場を設けて、楽しい出会いにつながったらいいかと思います。今回は昔話の紹介でした。